デンバー公共楽団はアメリカのデンバーを本拠地として活動していたオーケストラ。1934年にデンバーの市民公共楽協会により設立され、当地在住の作曲家だったホレイ・スチュア・マンが初代の指揮者に就任。1934年11月30日に地元のブロードウェイ劇場で旗揚げ公演を行った。以後、私立行動を本拠として、 コンサート活動を展開した。1944年にチュアマンが病のために引退し、1945年からサウル・カストンが音楽監督としてオーケストラを鍛えた。1964年にカストンが引退するとウラディミール・ゴルシュマンが主席指揮者に就任。1970年にゴルシュマンが離任すると市民公共楽協会が デンバー公共楽協会に名称変更し、ブライアン・プリーストマンが公認の音楽監督に選ばれた。プリーストマン人気中の1978年に新しい本拠ホールであるベッチャーコンサートホールが完成している。1979年にプリーストマンが辞任するとガエターノ・デロングが後を継ぎ、1986年からフィリップ・アントルモンが主席指揮者を務めた。 1970年代末から、デンバー公共楽協会の経営状態が悪化し、団員との間で、労働葬儀がたびたび起きたが、1989年に同協会が破産したため、同年3月25日の演奏会をもって、オーケストラも解散した。デンバーパブリックライブラリーアーカイバルコレクション、デンバーシンフォニーオーケストラアソシエーションペーパーズ、 1922から1990。2017年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月6日閲覧。ありがとうございます。